まあ、この苦しい試合を乗り切れて、この前の試合が終わってからもう次の試合勝つことだけを考えてやってきたんで、今日の結果だけは満足してますし、4位で、ホームでやれるっていうのもすごくアドバンテージになるので良かったと思います。対策というよりは僕らも初めての経験ですし、千葉の方がこうそういう経験は多いと思うので、気持ちの部分で本当にこうチャレンジャーというか、胸を借りるつもりでこう勢いを持っていきたいなと思います。しっかり守ってカウンターということを、気をつけながらというか、しっかり守ることでチャンスができると思うし、個人的に、何試合かゴールが取れてないですし、満足いくプレーもできてないので、チームに貢献できてないっていうのも分かってますし、そういう悔しい気持ちをいっぱい溜め込んでいるので、それをなんとかこう次の千葉で、その次の試合っていうところにぶつけられたらいいかなと思います。まあ、僕も2年前 の悔しい経験っていうのを徳島の皆さんと一緒にね、味わったんで、もうああいう思いはしたくないしさせたくないっていう思いで僕はやってるんで、県民の皆さんと一緒に喜べるように頑張りたいと思います。いろんなところで注目される試合で、自分がこう身を置けるっていうのは本当に幸せなことだと思うんで、そういう中でもしっかりこうフォーカスして、自分の持ち味を出して、それでチームを J1 に導けたらなっていうのは思ってます。そうですね、まあ、4位になることで、自分たちのホームでできるっていうアドバンテージがあるので、それを生かして、やっていきたいなと思います。四国初の、J1 に行くたびに、まずはやらないきゃいけないことがあるので、自分たちで練習からそれをやって、サポーターの人たちがより多くスタジアムを運んでもらえるように、自分たちも試合で勝って、そのプレーオフも勝って、いけるようにチーム一丸となって戦えたらいいかなと思います。相手じゃなくて、自分たちが、自分たちから仕掛けていったり、相手に合わせることなく自分たちの色を出しながらやればいいかなと思います。残りプレーオフ2試合、チーム一丸となって戦います。サポーターの皆さんも応援よろしくお願いします。大変嬉しく思っています。やっぱりこのアウェイで厳しい中で勝てたっていうのがやっぱり、スタッフも選手も大きな自信になったと思うんですね。それとこの経験っていうのはやっぱものすごく緊張と厳しい中でのゲームと、思った以上にプレッシャーを受けてゲームがうまく運べない中で勝ち取れた。特に私としては松本の情報をもらってましたので、45分の中で勝たなくちゃいけないっていうので、どういうふうにするかっていうことですよね。我々が勝つということが今日のゲームでしたから、そういう意味ではすごくいい経験を選手とともに、経験できたなというふうに感じています。やっぱり同じ戦うんであったらホームの方が力を借りれるんで、共に戦って共に、感じれるっていうところがありますから、そこは、ホームを利用使って今回は、プレーオフはできたということと、やっぱホーム最終戦の時にやっぱプレーオフを持っていくっていうふうに約束したんで、そこが実現できてまず良かったことと、一緒に戦ってもらえるという喜びを感じてるんで、いろんなことはあるにしてもホームでできる喜びの方が強いかなと思ってます。今日のゲームで一歩前進をしました。プレーオフを勝ち取ることができました。チームは前半戦から後半に少しずつ力をつけて伸びていってます。今日のゲームも多くのことを学んだと思います。この学んだものをぜひホームのゲームに生かしたいと思います。私は2シーズン目になりますけど、四国初ということで、チャレンジをしている、ボルティスです。
そこに、一歩前進したというふうに思ってるんで、J1 にチャレンジするようにいけるように頑張りたいと思います、一緒に戦ってください。スタジアムに足を運んでください。応援よろしくお願いします。